ハローシュージャパン TV、 じゃじゃん、グレーヘアから1週間10日ぐらいかな、1週間グレーヘアから1週間が経過して、だいぶなんか黄ばんできたっていうか黄色っぽくなってきてしまいました。ほどいてみるとこんな感じ。このらへんとかはちょっと白っぽくなってはいるものの、こんな感じで黄色っぽくなってきたので、今日はエンシェールスのカラーバタートリートメントで、プラチナシルバーヘアやってみたいと思います。自分の好きな色にすぐ変えれるのはいいよね。これはトリートメントだから、髪の毛も傷みにくく、ダメージ補修の効果もあってカラーにもなるみたい。よし、それじゃあやってみましょう。じゃあ早速バスルームへレッツゴーレッツゴー。準備ができたのでバスルームに移動します。でまずは普通にシャンプーだけして、そしてタオルで乾かしてからこのトリートメントを塗る流れになってます。でまずシャンプーしてきます。 Here we go じゃあ早速お風呂場に移動してきました。じゃあシャンプーいつも通りしていきたいと思います。うわぁ、ほわほわじゃあ流していきます。はい、すっきり洗えました。すっきり洗えたらタオルドライしていきます。よし、タオルドライできたら大体こんな感じかな。よし、さっぱり。はい、じゃあ今度はエンシェルスのバタートリーエンシェルスのカラーバタートリートメントを塗っていきます。オープン。わあ、トリートメントはすごいグレーの感じ。こんな感じ。これを、根元からかな。根元からトリートメント塗っていきます。うわあ、すごい。こんな感じ。トリートメントだからなんか気兼ねなく挑戦できるよね。じゃあやっていきます。で全体的に塗れたら真ん中の方とかに揉み込んでいきます。こんな感じかな。そしたらサランラップで止めていきます。
こんな感じです。で、こんな感じで、15分から20分待ちます。今回はこの待ってる間にお風呂入ってゆっくりしようかなと思ってます。じゃあ、お風呂の水食べてきます。お風呂の水を準備中です。こんなに可愛いシャワーキャップあっただんと思ったら、なんとゴムが切れてました。新品なのに。新品なのに めちゃくちゃ古いやつだからもうゴムが劣化してたのかも。もう今日使ったら捨てる。フリーサイズっていうかもう、かぶってるだけみたいな感じだけど、保湿にはいいかも。イエーイ。じゃーん、お風呂の準備ができたので入ってみました。今日の入浴剤はハローキティのマグマバーストを使っていきます。これを、こんなに真っ赤な入浴剤、じゃあ入れてきます。 Here we go。 パシャー。あー、すごい、超真っ赤。わーこれが発汗の効果のある入浴剤みたいで、じんわり美顔入浴、ドバッと美顔入浴で、レベルが決まってるんだけど、もう一杯でも十分なぐらい、うん、綺麗な真っ赤。殺人の湯みたいで怖い。じゃあお風呂でゆっくりして流す時間を待ちたいと思います。はい、じゃあ早速20分経過したので流していきたいと思います。オープンからのオープン。うん、どうかな。よくわかんないね。じゃあ早速流していきます。わー、うん、どうだろう。あー、若干かな。まだ黄色く見えるけどね。うん、どうだろう。でもトリートメント効果があって、すごい髪はツヤツヤの感じ。へー、トリートメントとしては全然素晴らしいかも、まずは。で、あとは乾かしてからどんな色になるかっていうところだよね。じゃあタオルドライをして後で乾かしていきたいと思います。そしたらまず、じゃじゃん、顔のパックが大事。うわー、超ジューシー。ヒュー、すっきり。顔にビタミン補給をして、それからドライヤーで乾かしてみます。はい、まずはいつものヘアオイル、ヘアオイルをつけて、だいたい乾いたかな、こんな感じ。うん、どうだろう、なんかそんなに大きく変わってないけど、ちょっと黄ばみが抑えられたような感じには見えるかなっていうのが第一印象かな。うん、
エンシュルストリバターヘアバタートリートメント、じゃじゃん、サラサラじゃじゃん、お化粧も出来上がり。というわけで今日はエンシェルズカラーバタートリートメントの紹介でした。どうかな、なんかやっぱり黄ばみが少し落ち着いたようには見えるものの、そんなに大きく変わるものではないのかな。日々使っていきつつ髪の毛の色落ちとか黄ばみを抑えるためのトリートメントなのかなっていう感じで、使ってみてもすごい香りもいいし、髪もトリートメントでダメージを防げるということで、なかなか良かったかなと思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタン、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次のシルジャパン TV でお会いしましょう。バイバイ。